はい、チルチルです。今回のテーマは反響多数の走行距離課税。まだ決定はされていませんが、もし仮に決定されると実際にどうなるのかについて海外の事例を参考に話していきます。先日こちらで紹介した車検デジタル化走行距離課税ですが、紹介した当初は政府もアドバルーン的なもので一時的に注目させておいて、本丸はしれっと消費税増税に舵を切ってくると考えていましたが、先日のニュースを見て一体どういうことと今回も正直感じました。そのニュースがこちらです。岸田総理、日本の税収過去最高の68兆円超え、それでも増税を目指す、ネットでは怒りの声、なんで還元しない、国民の敵としか思えないという記事です。皆様、この状況で走行距離課税ってどう思いますか？それはネット上荒れますよね。この税収過去最高の68兆円の記事を見て、今回の走行距離課税もただのアドバルーンではなく本気だなぁとも逆に感じました。目くらましではなく本気でさらに格差を拡大する方針なんだなぁと確信しました。この税収でさらなる増税、頭が狂っているを通り越し完全に狂気の沙汰を感じるのは私だけでしょうか。今の政府にいくら声を上げてももう無理です。そう覚悟をするしかないように思えてきました。それはそれで本日の本題でもある走行距離課税ですが、今現在日本ではまだ検討中ではありますが、具体的な増税額は出ていませんが、海外の事例を見ていくと具体的な数字も見えてきます。そもそも今回突如浮上した走行距離課税のように思えますが、実は海外ではもうすでに導入されている国も存在しています。欧州では2001年のスイスを皮切りに、オーストリア、ドイツ、チェコ、ポルトガル、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、フランス、ベルギーで重量貨物車を対象にした走行距離に応じた課税がなされています。またアメリカ・オレゴン州などでは実証実験も行われています。なお、ニュージーランドでは走行税をすでに導入されています。例えばスイスの場合を見ていくと、車にレコーダーを設置して事後的に申告させる方法をとっています。虚偽申告を行った場合は当然罰金が課されます。ドイツでも車載機を設置して GPS と車載センサーで計測する仕組みをとっており、無線通信で走行距離情報が収集され、納税通知書が送られていきます。またアメリカのオレゴン州もドイツとほぼ同じようなシステムで専用の装置を設置して無線通信で情報が収集され、納税通知書が送られてきます。もうすでに導入されているニュージーランドでの現状を見ていくと、衝撃です。実際の金額は車種ごとに約90種類に細かく分かれており、最低でも1000キロあたり68ニュージーランドドル、日本円で約5000円がかかるため、1キロあたり最低5円の走行税になってきます。もし仮に車がないと生活ができない地方であると、日本円換算で年間1万キロ走行している場合に限っては最悪年間5万円の負担を生じることもあり得ます。年間の負担額5万円ってやばくないですか？地方ですと2年間で車検費用になってきます。ちなみにこちらが日本の平均走行距離のデータになってきます。このグラフからわかる通り、一番多い割合が年間3000キロから5000キロとなっていますが、5000キロと仮定しても年間2万5000円の負担増になってきます。これが今現在検討されている走行距離課税の本当の姿になってきます。平均的な走行距離でも2万5000円の負担、皆さんどう感じましたか？もし仮にこのまま走行距離課税が決定されると、増税はもとより他にも大きな問題点があります。プライバシー侵害の危険。走行距離課税を課すには走行距離を把握することが必要になってきます。ドイツのように GPS による走行距離を把握する方法が最も正確で課税逃れを防ぐことができてきますが、この方法の場合、個人の自動車での行動が全て政府に管理されてしまいます。 GPS による行動履歴が全て残ります。これはプライバシー保護の観点から反発を招くことは間違いありません。またそもそもこのシステム構築の費用、誰が負担するんですか？また税金が多く使われます。そしてここにも必ず利権が生じます。本当に政府はやりたい放題で、どこかマイナンバー問題に通じるところを感じています。地域格差が生まれる。
都市部では週末にしか車に乗らないという方も多いので、走行距離課税にさほど反対でないという方もいるそうですが、しかし地方の場合は公共交通機関が少なく生活に車が欠かせません。地方では車を毎日乗る方も多いので走行距離も当然多くなってきます。そうすると地方に住む人の税負担が今以上に増えることになってきます。私も地方に住んでいますが、だいたい年間の走行距離が1万1000キロぐらいです。もし仮に1キロ5円であるなら年間5万5000円の税金負担になってきます。実際に数字を見ていくと厳しいです。運送料金の値上げ。タクシーや長距離トラックの場合、一般家庭の自動車と比べて走行距離が多いので、もし仮に走行距離課税が課されるようになってくると税率にもよってきますが、納税負担が増える可能性が高いです。ただでさえ人手不足によって運送料金の値上がりがしているのに、走行距離課税まで課されてくると運送料金の値上がりにつながる可能性が非常に高いです。私は車を持っていないから別に影響がないと考えている方もいるかもしれません。現実それは間違っています。誰でも生活する上で食料品、日常雑貨、最低限のものは絶対に必要で購入するはずです。そのあなたの必要な物品、一体どのようにして店頭に並んでいるのでしょうか。そこには必ず物流の力が存在しています。よってどのようなものに対しても必ず物流が関わっていますので、その物流コストに必ずコストが転嫁されて、物自体の価格も必ず上がってきます。もちろん人件費も必ずかかってきますからね。つまり今回の走行距離課税は税金を納めている方すべてに関わる重要な局面に今いるってことです。もしこの法案が決定されてからでは今後それが覆ることはありません。選挙も当面ありません。だから暴挙に出て反発が大きいであろうこの走行距離課税を今出してきています。今しか声は上げれません。今の現状では2024年頃に本格的に導入される見込みも出ています。日本の税収が落ち込んでいる状況ならまだ理解もできるところも正直少しありますが、税収が増えている状況でこの増税案です。このままでは物流業界は崩壊し、日本を支えている物流というインフラもなくなる危険性が高いと正直感じています。今回は過去最高額の税収68兆円というニュースをきっかけに率直に感じた意見を紹介してきました。年間5万5000円の増税など到底許容できません。車を複数所有している家庭であれば2台で10万円超え、本当にありえません。実際に今回のように海外の事例で実際の数字を見ていくと現実感が出てくると思います。単なる一個人が声を上げても何の解決策にもなりませんが、少しでもこの理不尽さを知ってもらいたいと感じて、今回は走行距離課税をより深掘りしてきました。皆様意見などがあればコメントお待ちしています。ちょっとついでに余談ですが、最近このような車に関するニュースを取り上げて私なりに話しています。このスタイル実際どうですか。確かに喋りは滑舌が悪く聞きにくいところもあると思いますが、それを差し引いて率直な感想などあれば本当に助かります。しばらくこのスタイルも続けていこうかなとも思っています。こんな感じでこのチャンネルでは普段は洗車に関する動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、ためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。